ははいどうもこんばんばキーボードがもっと早く打てるようになりたいということで最近ねなんかあんましこうキーボード打たないせいか何かねうまくく入力ででききなくなってきてるんですよねもともとそんなにめちゃくちゃ早く打てたわけではないんですけどやっぱりねもっと高々高々ね打てるようになりたいんですよね。ということで自分を鍛え直すという意味でも、えー、今日からちょっとねキーボードの練習をしていきたいと思います。 1>, 1日20分うんたったの20分です1日20分だけとにかく真剣にキーボードを練習してその代わり毎日それを続けてね10日間ぐらいやってみてどのぐらいねキーボードが速くなれるのかっていうのをやってみたいと思いますこれ前ショート動画で、えー、紹介しましたけどこのタイマーね転がしてポンと置くだけで、えー、設定できるっていうタイマーこれで、まあ、20分のタイマーがあるのでこのタイマーをこう置いてね で20分間だけ練習したらピタリとやめるとはいということで今パソコン画面を表示してるんですけど、えー、このサイトですねタイピング速度測定っていうサイト、えー、このサイトでやってみたいと思いますでこのサイトはねここでかな入力とローマ字入力って切り替えできるんですよねなのでローマ字入力で練習してみたいよっていう方も、えー、ちょっとね概要欄に貼っておくのでやってみてください自分のねレベルがわかるので面白いですね で僕はカナ入力なのでこのカナ入力の状態で出てきたやつを打つとで30秒間打つっていうねそんな感じのサイトみたいですねで今全く何もない状態総合ランク G ですねでこのランクっていうのも一応あるみたいで、えー、こんな感じであるみたいです最低が G でえー、ずっと上がっていくとすごいね SS19 <laughs> の上にさらに計測不能っていうね超絶ランクみたいなのもあるみたいとりあえず今現状の自分の速度っていうのを測ってみましょうかで単純にあとはこれここに出てくるね文字をまあ、カナ仮名入力のこの下の仮名ですねこの仮名の状態で漢字変換しないでねとにかくこの仮名の状態で打ち続けるとはいそれで30秒間測定するっていうものですねで一応ねこれなんかお題っていうのがあって お題選択ってやると、こう過去のお題とかね、いろいろと選べるみたいなんですけど、とりあえず今はこの今月のお題ってやつでやりましょうか。はい。で、使うキーボード、これね、HHKB 使います。これは僕が常に愛用しているキーボードで、これは打ち用で、これと全く同じものを会社に置いてあります。なので、僕は家と会社でね、もう常にこのキーボードで打ってると。 まあ時々ねこうサーフェスとかね別なノートパソコンで打つこともありますけど基本的にはこの HHKB で打ってますということで現状のレベルというのをやってみたいと思います「雑念を排除したなら何も残らない」「引き続き真冬の線香花火をお楽しみください」 毎日のように新作の返上動画を目にする甘いものが足りないという苦情苦情情を受ける普段,段うわめちゃくちゃ間違ったけど A++ になりました。もう自分でもイライラしちゃうぐらい全然打ててないですね。ということでまあ現状の結果としては A A プププラララスススかぐらいいな感じみたいです。打点数が106文字で、A、文字数が95ミスが15って今回ちょっとミス多すぎだね瞬間最高打点1秒間に6打点と平均打点が1秒間3.5打点、えー、あくまでも僕の今の現状の基準の結果はこれにしときましょうかはいというわけで2日目の練習いってみたいと思いますじゃあタイマーセットします 電源入れてはいじゃあタイマー20分でやりますいいないのに時間を過ぎるう,うわっ粘うわひどいね A プラお召し A の貼り方の極意をさず OK S! S、S!S 来たはいえっ、ー、と2日目の結果として、えっと、昨日のデータは更新でできてないですね。一応 S が出ましたけどこれもでもたまたま出ただけなんで文字の打つスピードもそうなんだけど文章を認識できてなくてううままく打ててないっていっのがありますね。えー、この問題のねここ上を見るか下を見るかなんですよね。 で僕は割とこの下の平仮名のところをずっと見てるんですけど日本語の意味が分かんない時があるんだよね打ちながらねここばっかり見てるからこれ「十箱の隅を」とかって読んでるけど「十箱の隅を」とかってこう意味日本語の意味として分かってれば早く打てるんですよそれなりに。この一文字一文字を瞬発力でこう見て判断して打ってるから遅くなってるっていうのがあるんで、えー、この辺がねあの難しいとこですね。 かといってこっちの上側を見てねやろうとすると漢字を読み取ってねえそこから仮名に変換してっていうのを脳内でやんなきゃいけないのでえそれはそれでまた時間がかかるんですよね。はいいい3日日目ですす今日もね早速やっていきたいと思います S, S, A はね、S は S でも一番過去最低の S でしたうんなので3日目にして成長は全くしてないですねただね3日目の感覚としてはあの昨日まで出てた B とかね B++ っていうねあの めちゃくちゃゃくな失敗はししなななくなりましたねなので今日の最低ででも A でしただからあのそういう意味ではもしかしたらミスが少なくなったのかそれとも、まあ、出てくるお題がねもうだいぶ頭に入ってきて単語ごとにこう指が勝手に動くようになってきたっていうのもあるので、まあ、スピードアップにはつながってないけどタイプミスは減ってるっていうことでおそらく B がなくなってますね。 S! S はい、3連続 S。本日の結果、えー、本日27日ですね、えー。今日も記録更新しました。まあ、依然としてランクは S のまんまですが、えー、打てる文字数が、えー、打点数127の新記録が出ましたね。レベルアップしてるってことですね。で、今日27日の1位、2位と、えー、4位、5位、6位、7位と10位と、 とランキングに入ってきているのでまあかなり S を連発したっていうのもあって、えー、まあこの辺はほとんど同じような記録ですけどなんか急に覚醒しましまたねこれ本当に1日たった20分しかやってないんですけど確実になんかね能力が伸びてってるまあキーボードのタイピングのね打てる感じが伸びてってるっていう実感はあります。 ていいないのに時間過ぎる子力は来年までにしておく気分エスプラスエスプラス エススプラはいということで10日間終わりました毎日本当と20分ずつねあのこれ以外一切練習せずに20分ずつやりましてで3月のね初め1日2日あたりがなんかサーバーがおかしくてねなんかこのサイトが開けなかったんですよねなのでちょっとその日2日ぐらいやってないんですけどそれでもねまあトータル10日ということで えー、今日10日目ですねでなんとか最後の最後でこれよかったあの記録更新しました最後に、ね、S プラスになりました10日目にしてこの1位に位3位4位をね独占することができましたなのでまあなんだかんで言って少しずつですけどキーボードのタイピングは速くなってきてると言えるとは思いますはい ただまあ文字の入力に慣れてきたっていうねあのずっと同じお題やってるんで体が覚えてきたっていうのはあるんですけど、えー、お題が変わると多分ねもっと遅くなるとは思うんですけど最初の初日から見たらね全然変わりました、えー、1日ねたった20分ですけど毎日やるとね最初の5日間ぐらいはそんなに変わってる感じしなかったんですけど6日目とか7日目あたりから なんかねあれなんか意外と指が回るみたいな感じになってきて、えー、8日目9日目10日目と、えーまあ、ちょっとずつちょっとずつ更新し,してな,なんだかんだ言って伸びてきてるっていう感じですねはい最終的に10日間練習してみて達成ランクは S+ プラスまでいきましたはいタイピングに自信を持っていいレベルらしいですはい、えーまあ、まだまだ まだまだですけどねはいそれでもそのぐらいまでいきましたで10日間練習した中での最終的な回数出てますねこれねえー、っと S プラスが今日出ましたね今日出た2回っていうのがまあ最高ですねで S っていうのが23回 A++ プラスっていうのは134回 A プラス65回 A が50回 B++ が18回で B+ が1回とはいという結果でしたトータルしてそんな感じの結果でしたただねこれねずっと続けていくことで間違いなくあのタイピングスピードがね上がっていく実感はありますねなので、えー、まあ1日20分っていうのが、まあ、きつい人はね1日10分とかでも全然いいと思うんですよね、まあ、実際僕はこれ20分ずつやってましたけど 10分ぐらい経つとねかなりこう腕とかが疲れてきたりとか途中で集中力が乱れてね全然打てなくなっちゃったりとかねそんな感じで一回なんかタイミング狂うとね打てないってなっちゃうともうグダグダになってるんでゃその後ねっていうのがあるのである程度メンタル的なものもあるとは思うんですけど一瞬ゾーンに入るみたいな時があるんですよねこれ多分練習してると皆さんあると思うんですけど僕も実際に何度かね 記録更新した時なんかはそうななんんですけど、なんか指が勝手に動いてタカ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 って進んでいくっていうなんかねなんか入り込むシーンがあったのでそういう時に入るとなんか打っててすごい気持ちいい感覚にはなりました。ということで、えー、こんな感じでねあの今わずか10日間だけね練習しただけでも。 ここれだけ上達することがでで、きたので5分とか10分でもいいから毎日こう練習し続けることで継続は力なりって言いますけど本当にその通りで、えー、もっともっとねこの上のレベルに上がっていくっていうことができるんじゃないかなと思いましたはいということで毎日20分間ガチでキーボードの練習をしたらどのぐらい速くなるのかっていうのを実際に検証してみる動画でしたキーボーボドにに関しては、過去にね、 キーボードの最適化みたいな動画も上げてますので、えー、見てない方は参考にしていただけるとありがたいかなと思います。はいということでこのチャンネルではこんな感じでね今日はキーボードの、まあ、こういうお話でしたけど普段はどっちかっていうとこういうキーボード本体とかパソコンとかスマホとかこういうガジェットとかねこういうものの紹介とかレビューとかよくやってますので興味のある方は是非ねチャンネル登録もよろしくお願いしまますそれではまたお願いします。